よ。今ね、視線浴びないように頑張ってるんですけど、朝からなのでね、眠いにしてきちゃった。さんのマフィン、アイさん、ありがとう。みんなありがとう、嬉しい。チョコミントとストロベリーのアイス。ありがとう。アイスバニラのアイス好きだよ。チョコミントはね、そう、たまに、本当にごくたまに。自分で頼むことがあんまりないので、そう、おはよう。新作アイスってね、ちょっと話変わるかもだけど、アイスってね、のびちゃん新作が出るとお食べてみたいってなるんですよ。そう、でもなかなか食べに機会がなくて、それを逃してしまったりとかもしちゃうので、なんか絶対に食べたいって思うものは、あの親に言ってね、食べに行きたいって言ったりします。面白いものも思いが
今日の花垂れ公演、皆さんよろしくお願いします。よろしくね。当日券もありますのでお待ちしております。朝から頑張ってたからね、当たりすごっ。慎吾さんおめでとう。はよ、のぶちゃんです。今日は花垂れ公園なんか、全然わかんないけど、久しぶりの花垂れ公演の気もするし、そうだからちょっとドキドキします。でも楽しみです。ワクワク。ね、なんかあっという間でしたね。姉さんの生誕祭から何だろう、そっか10日か。でも案外1週間なんかパパッと過ぎちゃってあっという間のようで、なんかちょっと長かったよねっていうイメージです。お姉さんがあり、姉さんのがあってって感じ。うん、2列目 OK、 ありがとう、嬉しい。ナピから皆さんね、ぜひね、ミドルダオでよろしくお願いします。モテる方は、まあ、綺麗な白を入れていただけたら嬉しい。みんなはね、あの2本を持ってる方がとてつもなく多いので、3本の方がね、そう目立つのでね、その時は白でお願いします。なんか、ね、3本なの2本なのみたいな、2本で大丈夫です。まあ水色と白とかね、うん、あっちもさっちも綺麗なのでよろしくお願いします。はよ、うん、起きとるよ。なんか耳は起きちゃった。今目は寝てた気がします。ピエン、一本で3色ね、案外見つけやすいよね、一本で3色。3色はね、結構目立つんですけどね。そう、なかなかね、持ってくれてる方がいないから、あれもしかしたらぐらいでレッスンを送ったりするので、もしかしたら千穂さんファンかもしれないしね。そういう色の人は全員のアピファーだと思ってレッスンしちゃうので、よろしくお願いします。サボ子さん、ありがとうございます。
えー、ありがとう。そうですね、まかりが決まりますね。ハーポン振りますね、ありがとうございます。感謝感激、雨嵐嬉しいです。それではね、何しようとしたんだっけな、ポストをねしたいと思います。50分になったので、みんなはよー、みなちゃんさ、みなちゃんと遊んだやつにコメントしてよ。なんか少ないのじゃ結構悲しいんだけど、そう、なんかどこでその仲良くなったんですかっていうコメントがあったので、あのショールームでねちょっとお伝えしますと、あの飯田研究所っていうね17期研究生さんが、そのやっている番組みたいな感じなんですけど、飯田研究所っていうのがありまして、でその時にちょうどね17期最年少の畠山のぞみさんと、で私がそのスティーフォーって言った最年少ということで司会を務めることになったんです、最年少同士で。でそれでたまたま横にのんちゃんがいて、それであのどん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 やっていくうちになかなか良くなってっていう感じがきっかけかなって思います。そう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 、すぐにねちょっと結構ね意気投合というか話がね盛り上がりました。ではね、終わり、あのポストしたいと思いますね。いきまーす。ポストしたので皆さん、コメントよろしくお願いします。いいねもよろしくね。毎回公演はいつから始まるんでしょうか。楽しみですね。新体制前か。嬉しい。そう、今日はねあの平日なのでね見に来れない方とかもねたくさんいらっしゃるかと思いますが、あの見に来てくださる方お待ちしております。ありがとうございます。無理はせず、あのちょっと嘘をついて会いに来ていただけたら嬉しいです。のけ病というものをね、ごほんごほんごほんって言ってあの使ってみてください。すいません、悪い知恵が働いてしまいました。
整備を使ったことないですよ。そんなにないです。ないよ。仮病なんてナビキュアさんで使えないわよ。だって小心者だの。で、まあでもなんか罪悪感というか、そのずる休みした時って結構気持ちがねうーってなっちゃうから、あんまりねそれはないようにしてますね。本当に。ではね、そろそろね終わりたいと思います。おはよう。結構ね、その罪悪感あるよ。ああ、なんか今騙しちゃったなみたいな、うーってなる。もちろん、そう、そんなことかという思うものがね、なかなかだよ。今日は夜雨降るので、あら見えんだね。うん、あ、そうね、お家にいてもね。あら、もうそんな時間早いわ。今日は夜雨降るらしいよ。大きい傘とかあったら大きい傘ちゃんと持ってた方がいいかも。では行きます。ちちちちみかさんありがとうございます。みかさんありがとう。エンテベイリーさん的ありがとう。でもね、ヤシケさん ありがとうございます。やっほん。テレイズデビタありがとうございます。え、ね、イズ、ウラビさん、できるまでありがとう。え、なんかちゃんさん、ありがとう。え、セブンです。はい、みちゃん、ありがとうございます。え、イズ、ゆずきちさん、できるまでありがとう。え、タイファイヤーさん、ありがとうございます。おぉ。ほら、イズ、カゴビニサッカーサビンだ。Thank you。え、セブン、シュクさん、ありがとうございます。世界で慎吾さんと気分もありがとう。えー、ね、ふえてずでるんで、たしくんさんおめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ。はい、ということでね、本日もまたね配信ありがとうございました。みんなくれくれもね、悪い嘘はつかない、いい嘘をね、人にとってためになる嘘はついてもきっと大丈夫だと思います。人が不幸せになる斧は使わないようにしましょう。今日学んだことみたいな、中学で言うと、そう、なんか、今日は花垂れ子よろしくお願いします。またね、バイバイ。みんなポスト見てね。またね。そう、嘘は正しく使いましょう。またね、あわよ、ごきげんよう、 See you、 バイバイ。